お願い。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚取り出し、その描かれたポケモンでパーティーを組み対戦する。ポケモン完全新作発売までに全ポケモン活躍させなければ。うわー、これサンドパンがさ、ロコンの雪をなんかただ乗りされたらめちゃくちゃ嫌なパーティー来ましたね。でも相手のパーティー9個おらんしな、このサンドパン何してくるんでしょうね。全然想像つかへんけど、今回は、相手のパーティー全体的に物理アタッカーが多いんですよ。なので、今回はこのハブネイクをちょっと使っていきたいなと思ってて、まあ、初手はね、とりあえず、ポリゴン Z ケアでエンペルト出すでいいかな。まあ、ムクホークからでいいか、ムクホーク、エンペルト、っていう配置にしておけば、この向こうが帰りに出し負けしたとしてもなんとかなりますし、あと、ポリゴン Z に相手に命がけで退場したいんですよね。なので、まあ、ルートとしてはこんな感じで行こうかなと思います。というわけで、対戦よろしくお願いします。で、そうそう、話戻せねんけど、この、皆さん、ハブネイク、まあ、多分、巷のイメージだと、すり替えしてヘビナミしていくっていう、イメージがめちゃくちゃ強い。まあ、ボスと一般的に言うたら、武蔵の相棒ポケモンの、印象が強いと思うんですけど、このポケモンね、耐久型も意外と悪くないんじゃないかなっていうことに、最近ちょっと僕気づいちゃったんですよね。なので今回はこの耐久型のハブネイクをちょっと皆さんに見せていきたいなと思ってます。で、初手のサンドパンでしょ。これ多分ステロ巻いてくるような、タスキで。で、タスキでカウンターしてくるっていう、やり方も全然あり得るんで、ここどちらかというとトンボ返りして、エンペルトに引いていくっていうのが一番無難な戦略になりそうな気がしますね。ここさすがに自信は打てないんでね。え?テラスタル?ゴーストテラスタルだったりします?ありがとうございます。まあこれはインファイト読みですね。いや、まあダイパキッズはね、ムクホークがインファイトを覚えるっていうのはもう常識ですからね。いや、ムクホーク、お前、技構成が分かりやすくて助かるわ。おかげさまで相手のテラスタルをおもらしすることができたから、ここはエンペルト先生で、行かせてもらいますわよ。さあ、エンペルト先生。こっからは、これ、ラスターカードに倒せるかな?一応、メガネ持ってるから、ちょっと倒してほしいねんけどさ。ここね、アシレールのこと考えたらラスカ打ちたいんですよね。武器が成立しなくなっちゃうんで。なので、ここはもうラスターカノン、行っちゃいましょう。テラバースト。まあ、地震が来ないんなら、全然構いませんわね。言うて耐えるでしょ。エンペラー舐めるでないぞ。勝てー。いや、これがね、皇帝の力なんですよ。うわ、強ー。いや、これがエンペラーよ。さあ、サンドパンという、このね、アローラの田舎者を、さあ、返り討ちに合わせ、ここで来るのは、マイルリか。ここでマイルリっていうことは、まあ、腹太鼓はしてこないでしょ。ハブネイク行っちゃいましょう。そう、今回のハブネイクは物流系ですからね。こっからは、ハブネイク先生で、さあ、ぐちゃぐちゃにしていくわよ。オッケー、バカ力オッケーで。え、待って、半減でこれだけ入んの?一応今回俺のハブネイク物流系で育成してんねんけど、さすがにこれ火力入りすぎじゃない?いや、さすがにこれ効きすぎな気がすんな。いや、ハブネイク防御取得値がゴミカスやからって言うてさ、一応防御特化にすると120あるんですよ、大体。いや、さすがに入りすぎだ。単純計算等倍やったらさ、108ダメージ入るってことでしょ。まあ一応ここは、ポリゴン Z 削りたいんで、ダストシュート打ちますけど、インクリレオラ。ガオガエンか。まあ、威嚇入っちゃいますけど、これ、毒ってくれたらありがたいな。あ、まあ、いい感じに入るな。毒ってくれて嬉しかったですが、ここ、トグロ巻いていきます。さあ、ハブネイクはね、ヘビですから、トグロを巻くをもちろん使うことができます。でね、このハブネイクのいいところっていうのがね、まあ、これもう正直、やもうアーボクでいいねんけど、そう。命中率とトグロを巻き上げることができるんで、こっから、ダストシュートの命中がね、だいぶ上がるんですよね。さあ、お盆の実を食わされて、ちょっと残念なことになっておりますが、
まあこれもねいいんですよ全然。マジビルドアップ。お前おいおい、俺と筋肉自慢勝負しろってか。でもここはさ、ダストシュートでいいよな。自信よりはダストシュートでいい気がする。毒ダメージの期待値を入れていくのが多分強いと思うから、ここはダストシュートいっといて、うん、これ次倒せますね。フレアドライブ、フレアドライブ。いや待てよ、ここさアーボック眠れ、時には休憩も大事。さあ休憩していきましょう。そう、ハブネークはあのすり抜きのイメージがめちゃくちゃ強いかもしれませんが、なんともう一つの特性は脱皮なんですよ。そう、脱皮っていう特性は、なんか結構食らうな。そう、脱皮っていう特性は、そう、30% の確率で、状態異常が回復するんですよ。まあ、ここで目覚めてくれたら、一番良かったんですけど、まあ、眠るはね、2ターンを、まあ、消費することによって、HP 全回復するという、まあ、技ではあるんですけども、まあ、そのターンにね、脱皮で目覚める可能性が上がるんで、まあ、それがだいぶ強いとちゃうかなと、いう感じですね。いや、早起きろよ。なんか、ここまで来たら、もう、ダストシュートでいいな。で、相手ここ、じゃれつくで押してるってことは、まあ、こだわってるでしょうね。まあ、ここで目覚めるんで。で、ここで、ダストシュートが、まあ、ぶち当てることができるんで、完璧というわけで。え？嘘でしょ？一応さ、トグロを巻くで、攻撃上がってなかったっけ？嘘でしょ？いや、一応さ、アーボックと違って、攻撃持続値が100あって強いはずなんだけどな。もしかしてやけど、アーボックでいい？え？さて、対戦、よろしくお願いします。これは、ハブネーク。ハブネークいけそうだね、今回。このミニッキューにも強くて、まあ、あと、あのシェルアームズのヤドキングでしたっけ？ヤドキングにも地震で弱点をつけて、まあまあ戦えるというわけなので、これはまあハブネークで通していくっていうルートで決めていきたい。で、そのネックになるのが、まあドダイトスなんで、まあドダイトスはエンペルトとムクホークで、まあ対応しきることができれば、まあ、勝ち筋あるからという感じで、まあ、これで戦っていこうかなと思います。よろしくお願いします。ドダイトス！おぉわー、すごいライバルの勝負だ、これ。やーべえ、これ、あれじゃ、四天王手前で戦うライバルとの、対面やん、これ。懐かしい。さあ、ガラヤブしてきて。これダイヤモンドパールだったらもう初手ドダイトスが自信打ってきてエンペルトを格殺しに行くという図ではありますが、なんか相手めちゃくちゃ余裕かましてますね。もう正直ここはもう交代ができなかったからもう冷凍ビーム押せんかったけどさ、まあ、これはあれですね、相手が甘えてなんかウッドハンマーとか押してきた時にエンペルトが耐えた場合の対面ですね、これダイヤモンドパールでいう。いや、ここでドダイトスを始末できるのはでかいですね。さあ、ラプラス、どうしようかな。で、今回さ、僕のムクホークが、HP に結構振り切ってるんで、フリーズドライはワンチャン耐えれる可能性があるんですよ。だからそこで、E ファイトで一応削るだけ削って、エンペレ処理するっていう感じで持っていきたいんですよね。だから、まあ、ここはもう、ムクホークでいいと思うんだよな。行きましょう。え？自腹？いや、まあ、結果として、有利対面取れたから OK ですね。ここは別に交代されていいんで、命がけかな？インファイトでもいいんですけど、まあ、命がけでいいでしょう。テラスタルもケアしないといけないんで。まあ、耐えてくることはしてる。ただ、ここで削れることによって、ハブネークの地震圏内までいけてる可能性。もしかして、この、ラプラス、僕の動画参考にします。でも、食べ残しなんだよな。歌うじゃないんだよな。空振り保険型ではないから。
もうこれ後の技構成絶対0と確定やんけ、このラプラス。いやでもだとしてもこれエンペルトでいいよな。ラプラスが60族なんですけど、65やったっけ、もう何でもいいねんけど、エンペルトが一応素早さにまあまあ振ってるんで、多分ラプラスは、抜かせる可能性が高いんですよね。エンペルトいきます。ラスターカノン抜かしてほしい。よし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 、危ない。オッケーオッケー、もう俺もう絶対一撃必殺では本当にやられたくなかった、ありがとう。オッケー、エンペルトでこれでなんとか HP 残した状態でキラフルと対面できるのでかいですね。これはもう、大地の力もさすがに耐えれると思うんで、ラスターカノン打って、まあ、最後ハブネークで、まあ、締めれたらなという感じでいいと思います。さあ大地の力があった場合は、まあ一応ハブネーク、テラスタルで、水テラスタルにして、まあごまかしていくって感じでいきましょうか。さあ、草テラスタルみたいですね。草テラスタルで最後の方でしょう。まあ助けだと思うんだけどな、大地の力耐えます。いや、いい硬さしてるね、エンペルトさん。キラフロールも硬いね。これは相手突撃直帰型ですね。まあ、それも確定で、でも、ここまで削れたら、あ、その急所でっかい。これ自信でいいじゃん。OK、ここまで来たら、あとはもう、ハブネークで、決着つけましょう。ここ急所当ててくれたんだいぶでかいかもしれん。理由は簡単でさ、あそこで急所当たってなかったら、僕が 20% の確率で、負けてたかもしれないというわけですよね。さあハブネーク今回素早さ振ってないんでキラフロールの上は取られます。さすがにここエナジーボール打てんでしょ、相手してここは自信いきましょう。さすがに攻撃に努力値振ってなくてもあの HP なら倒せるんじゃないか。いや、さすがに倒してほしいですね。半減と言うても威力50の技を叩き込むことになるんで、お願い大丈夫から、まあ、これは耐えるはず。あー、結構余裕持って耐えるやん。まあ、特防下がってるもかまん。お願い、よーし。まあ、ということで対戦ありがとうございました。いや、今回はなんかジェネリックポケモンたちが多くて動画考えるのがめちゃくちゃ困る。今回の戦績は5勝2敗の勝率 71% で収まりました。正直今回はですね、これめちゃくちゃ強そうに見えるでしょ？これね、死ぬ気で改善して、ここまで持ってきただけであって、実は改善前のパーティーで戦った時の戦績がこんな感じになります。2勝20敗と。いうことで、えげつないぐらいに、やばかったです、今回の抽選パー。まあ、というのも、今回のパーティーね、ムクホーク以外の、まあ、ポケモンたちは、ムクホークは今回ちょっと肩が悪かったのも、まあ、あるかもしれないんですけど、なんか、積みアタッカーとして使えるポケモンたちがあまりにも火力が低すぎたっていうのが、一つ、ちょっと使いにくかったなポイントとして、ありましたね。で、今回、ちょっと本当今回動画にしていいのかなっていうぐらいで、本当にちょっと本当に今回申し訳ないんですけど、一作目が確かチルタリスの動画ですよね。あれ正直、海流の劣化じゃないですか。で、今回のハブネークの動画についても、まあ、アーボックの劣化になるのかなというような感じで、本当になんかこれで動画タイトル飾っていいのかなっていう感じでちょっと迷いはあったんですけど、まあ一応改善してなんとかここまで成長させることはできましたので、もしめちゃくちゃ負けることありましたら、ポケモンたちの持ち物であったり技を変えるだけでここまで変えることができますので、皆さんももし負け続けていたらパーティーを見直してみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。